イスラム評論家、国際ジャーナリストでいらっしゃいます、フマユン・ムガール様にお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆様、サラムアレイコン。元気ですか？元気があれば何でもできるです。まあ、私、ね、実はアントニオ猪木さんとですね、ちょっと話をしたいと思ってますのでですね、もう40年以上の付き合いしてですね、私はもう日本に来る前にですね、21歳の時にパキスタンで猪木さんに出会いしたんですね。で、猪木さんが何で出会ったかって、もともと僕日本語の学生で、日本の大使館からですね、現地の言葉しゃべる日本語できる学生いないかって先生に依頼が来たんですね。で、初めての僕のアルバイトはアントニオ猪木さんの通訳なんですよ。僕、まあ、ペラペラじゃないけど、まあ、プロレスをみんな連れて行ったり、あと番組作ったりとかですね、水曜スペシャルという番組があったんです、昔はですね。で、そこで猪木さんに出会ってから、まあ、約1ヶ月間ですね、一緒にですね、行ったんですが。で、その時に猪木さんやっぱりもう結婚したばっかりだったんですね。新婚ほやほやで、息子賠償さんと一緒に、それも兼ねて番組を作ってたんですね。で、その1ヶ月一緒にやったらもう日本語も上手になっちゃったんですね。で、それからですね、ずっと猪木さんから名刺もらってたんですけど、もう日本に来たら絶対うちにおいでよって言ってですね。で、私もその時初めて早稲田に留学した時に、来た時もう電話したらもうおいでよって言って、もう一緒にもう焼肉連れてたり、いろんなお世話になったんですね。それからちょっと40年間ですよ。ずっとあれから日本で九州によくプロレスも来るし、だからあるたびにですね、もう猪木さんと僕はもう飲み会行ったりとか、いろんないい思い出がいっぱいありますのでですね。で、猪木さんまたですね、これから2012年にですね、いや俺はもう一回パキスタン行きたいと言われたんですよ。なんていうか、昔は5万人3万人の大会やってたから、俺は実際に戦ったプロレスたちが亡くなってるんですよ、パキスタンの場合はですね。で、猪木さんがそれで有名になったんですよ、パキスタンで。だから世界で一番ですね、有名になっている人たちはプロレスの中、まあ、日本人の中で、日本もうアントニオ猪木さんすごい有名なんですよ。で、どうするかって、もう一回お墓参りしたいって言うんですね。なぜか、一応猪木さんが、ね、イラク行った時にですね、イスラム教になってるんですよね。本当の名前、イスラムの名前、アントニオじゃなくて、モハメド・ホセイン・猪木って名前付いてるんですよ。で、それを私ももうパキスタンに行って、まあ、これ今の首相です、パキスタンの首相。その時は州知事だったんですけど、知事に話したら、いや、もうぜひ連れてきてよって言ってですね。で、猪木さんね、まあ、墓参りだけじゃなくて、プロレスの墓よりも、プロレスやってほしい、やっぱりショーを見たいって。そしてもう大臣からですね、で、一応猪木さんに、ね、大統領にお会いして、首相に会ったりしてですね、まあ、勲章をもらってますから、その時も5万人が集まりましたですね。だ、現役じゃないのに5万人集まるとすごいですよね。だ、それだとやっぱり猪木さんがやっぱ尊敬されてなんですよね、パキスタンで。だ、インドパキスタンは世界的にもちろん日本でも有名ですけど、パキスタンで一番です、ね、尊敬されている有名人が誰かというアントニオ猪木さんですね。ともかく言って、そうやってまた、ね、1、2、3、ダーもやったしですね、もう総理大臣も一緒にやろうとですね。もう一つ思い出ですね、私の母なんですよね。私もね、もう中学校時代からずっとプロレス見てたんですよね。で、母と一緒に見て、おお、猪木やれやれって言って、ね、猪木のファンだったんですよ。で、お前ばっかり猪木にやってるから、私にも合わせろって言われてですね、いや、お母さん、いずれ合わせるよって言ってね。で、ちょうどチャンスだったんですよ。パキスタン行った時に母に会わせたら、母は黒マンションだったんですね。で、もうすぐ立ち上がったんですね。で、猪木さんがやっぱね、元気もらえるパワーがあったんですよね。もうそれがまあ、こういう番組作ったんですけど、まあね、戦争のために戦うと、ね、猪木が銃を持っていくとですね。で、最後にこう、みんなとパキスタンの人たちと回しながら、まあ、最後に非常にいい思い出を残して、パキスタンの全国テレビで生中継やられて、今でにその映像使われてるんですよ、向こうでプロレスのですね。で、5万人の人たちが集まって、それからまた私の家族もですね、すごい喜んで、いや、お兄さん、いいことをやったねって、もうあんたいい、いい親孝行したねってね、最後に母の願いを叶えてやったって、やっぱりね、猪木さんに会うってこと、夢なんですよ、はっきり言ってですね、向こうの人たちがですね。で、最後ですね、本当にこれは亡くなる3ヶ月前ですよ。もう猪木さんにもう会いたくて、またね、面会しようと思って、コロナで行けないんですよね。何回言っても、いや、俺はもう会いたいんだけどって、最後どうしたかって、まあ、猪木さん、一応パキスタンの大使ですね、大使とすごい仲良かったから、大使が帰るようになったんですね。あ、帰るって、いや俺は会わなければいけないと思って、いやどうする猪木先生って、俺が出ていくってちょっと待っておけって、そして本当にもう帝国ホテルでもホテル予約して本当脱走してきたんですよ。とその時に私もう3人だけでホテルでやって、これは今写真見せるけど、その時は写真出すなよ、マスコミに出すなって、これは大変なことになるからってやつですね。もうその時はですね、まあ大使に会って、大使本当にお花束して、もう猪木先生ありがとうございましたって、パキスタンの本当に、ね、
パキスタンの親善大使になったんですね、猪木さんがですね。で最後はこれ直筆ですね、私と大使にこう最後の言葉をですね、いただいたんですね。でまさか3ヶ月後にまた亡くなると思わなかったんですね。だから猪木さんが多分魂で分かってたと思うんですよね。でこれ私の家族ですね、家族付き合いしてますから、もう私の奥さんとか娘とか、もうみんなおじいちゃんとかおばあちゃんとかもですね。で最終的にもう猪木さんのご紹介、もう全国でこれ皆さんご覧になったと思いますから、もうフジテレビですね、もうあの猪木が親善大使になったですね。で最終的にもうニュースになって、これは皆さん葬儀にも行ってですね、まさかこうですね。だからやっぱり偉い人って何なのか、その人の葬儀で分かるなと思うんですね。世界的な葬儀で一番ですね、尊敬される人の葬儀はどっちかってアントニオ猪木さんと、もう一つは安倍総理ですよ。これも世界的な、だからね、尊敬されるリスペクテーブルジャパニスというのですね、まあ、人ってならなければいけないですね。まあ、こうやって私も葬儀に行って、まあ、自分の僕もムガリチャンネルというね、YouTube チャンネルやってます。そこでも皆さん、詳しいことですね、見たらいいと思いますから、まあ、葬儀、まあね。で、去年ですね、この一周忌だったんですね。で一周忌的にこれはもう、そこの、横浜のあそこの墓がありますからですね、そこに行って、まあ、やったんですけど、そこにどうしたかって、まあ、これ別れ会もやったんですね。皆さん多分テレビになったと思いますから、まあ、銅像建てられたんですね。猪木さんが生きてるよということでですね、もう立派な銅像建てられて、そこで皆さん今ね、ファンの人たちがいて、まあそう言って、まあ、猪木だーって言ってですね、もうこれアントニオ猪木だけ、あの時の猪木も、彼と僕いろんな番組とかでトークショーやってるから、山川先生行きましょうって言って、ね、もう最後こう写真撮ってですね。もう一つですね、尊敬する人たちは、これもですね、中村哲さんですね。だから世界で尊敬される日本人が誰か、とにかくパキスタンでですね。中村先生と僕はね、40年前にパキスタンでペシャワール帰って、ペシャワールで病院作ったんですね。まあ、伝染病、雷病のために。その時も私も看護婦さんたちの水泳やった縁でやったんですね。で、それからもう先生、中村先生、もう日本に来たら絶対来てよって。たまたま私、一応転校で、早稲田から九大に転校したんですよ、昔。で、先生は九大だったから、もうあいおいでって言ったら。それが僕、中村先生に会って、もういろいろお世話になったんですね。大学のお世話とかいろんな教えてもらって、もう何回もですね。でまさか先生もですね、あれ殺されると、やっぱり偉い人たちはみんな殺されるんですよ、はっきり言って。残念ながらですね、これはもうイエス・キリストじゃないけど、なんかみんなね、偉大な人たちはみんなその人に、生きてる間誰も価値分かってないのでですね。でそこにもう一生懸命行って、もうお祈りしてみんなでですね、我らをやったんですね。で、その時、その葬儀で私が一番悲しかったのは、もちろんアントニオ猪木さん、もう兄貴みたいなもんですね。もう中村先生も自分の先輩です。そしてもう一つ先輩、安倍総理ですよね。安倍総理の時も葬儀に行って、もう世界中の人たちがパキスタンの大統領首相も来てですね、参加したんですが。で、安倍さんとどの関係あるか、僕実は安倍昭恵さんと親しくして、実際熊本で平立神宮でですね、五色神祭りであるんですよ。で、安倍昭恵さんはその五色神の一人なんですよね。そこで出会って、この五色はですね、私はもう報告パキスタンの大使に行ったら、大使はこの五色神祭を大使館でやるよって言って。無理なんですよ。宗教的な儀式や大使館じゃ言っちゃいけないです。外務省反対したんですよ。その時やっぱり安倍総理が一生懸命ね、もう協力、実際ここに来なかったけども、昭恵さんが来て、なぜかってやっぱりね、この富士宮殿下とか、もう宮家さんのね、もう天皇陛下とかいろんな方は、もうファミリーが来るとややこしいなんですよね。だから警備できないから、もう反対したんですね。で、最終的にこういう私はですね、何か安倍昭恵さんと話したら、いや、昔はこれを五色寺さんって非常に宗教的な儀式であるから、やっぱり五色寺の中から一人私入ったんですよ、これ10年前ですね。もちろんもう神様になったらもう神儀ですから。で、このすごい不思議なですね、日本の文化を語れると思って、世界中の人に語るためにやっぱりですね、これは大使館じゃないといけないですね。で、私も大使に話したら、大使はもうぜひこれでやろうと思って、180カ国の国の大使を大使館で呼んでやるようになったんですよ。でも大使の中は反対だから、僕は自分の個人の名前でやれて、大使館ただ協力してるんだって。大使館でやっちゃいけないから、本当に。でも大使館の会場を借りて、そこでですね、まあ、昭恵さんに僕をお願いして、あと、まあ、富士宮殿下にして、もう、お互いにですね、もう力を貸してくれて、まあ、立派なですね、大使館でこう祭りをできたんですね。だから日本の神道の文化はですね、祭りを語るために、大使館だなと思いましたですね。まあ、時間が近づいてますのでですね、皆さんにまたですね、詳しいことも、あとは、ね、天皇陛下の救いの礼の時も、パキスタンの大統領に僕、3日間、同行取材して、すごいその時まで天皇陛下にもお会いして、すごいいい思いでやってるんですね。だから日本の文化を語るとも、ミッションとして私ですね、やっぱり日本は何をやるべきかって、やっぱり最後から歴史を語るんですけど、やっぱり偉大な人たちが誰なのかと思うからね、いつかも最後これで締めたいんですが、まあ、歴史は、ね、イエス・キリストを中心としてですね、紀元前が紀元後でなるんですね。2000年前に一番偉いとは何か、アブラハムなんですよ。で、アブラハムの大体1000年後にモーゼです。
モーゼの600年後にお釈迦様です。お釈迦様は600年後にキリストなんですね。だからこれもう時代が終わった。それからイエス・キリストの時代が来て、これはイエスの600年後にモハメド先生が生まれてる。モハメドの過ぎる今誰も生まれてきてないんですよね。この人たちがなんで偉人聖人って言われるか、偉人の高い方なんですよね。だから歴史がいくら残っていても残るということですね。それと同じように日本でも神道2600年続いた国は日本なんですよね。だからこれ日本でやっぱり神道中心でやっぱりね、私は安倍総理のあれがもう万歳天皇か万歳ってやった時すごい感動してたんですけど、やっぱりもしかして安倍総理今ね英霊になって天からね我々は応援して、もう一回日本の魂をね世界中に伝えなければいけないと思いますので、まあ、このテーマで僕30分も話しますから、ぜひ先生方はまたねどっかの勉強会でね、あの佐藤さんとか呼んでもらったら30分があれば詳しく言いますから、一応この辺ですね短く終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。イスラム評論家であり国際ジャーナリストでもいらっしゃいます。